長浜博行は、日本中央競馬会立党トレーニングセンターに、所属していた元調教師である。中京商業高等学校、中京大学卒業。父親は、元調教師の長浜彦三郎。戸籍上は、長浜博行。父であった父、彦三郎が、中京競馬場所属級者に移籍したため、幼少時に、同競馬場がある、愛知県豊明市に移住。 ひろゆきは子供の頃から運動好きで中学時代の担任の勧めで中京商業に進学し当初は陸上部に所属。しかし同じグランドで練習していたラグビー部の様子を見てボールを持って走る方が面白そうとの理由でラグビー部に転部した。そのまま大学もラグビーやりたさに中京大学に進学する。1969年に大学を卒業し、 本人曰く、ラグビーばっかりやってて、就職先がなかったため、父の長浜彦三郎旧社で、旧務員となり、同年中に調教助手となる。その後父が65歳の時に、肝臓癌に倒れたため本気で調教師として、父の後を継ぐことを意識するようになり、1988年に調教師免許を取得し、旧社を開業。初出走は、 同年8月20日小倉競馬第3競争の谷の川カ,カネットで5着。初勝利は同年9月17日阪神競馬第5競争の谷の川カ,カネットで延べ14頭目であった。1989年のキサラギ賞をナイスナイスナイスで制して重賞競争初勝利。翌1990年にアグネス・フローラで大賀賞を制して G1 競争初勝利を挙げた。 長浜旧舎にとって、アグネス・レディの決闘は父であった、長浜彦三郎から受け継いだゆかりの決闘であった。レディの娘であった、アグネス・フローラは、大歌唱場となり、その息子のアグネス・フライトは2000年の日本ダービー、アグネス・タキオンは2001年のサツキ賞を制しており、三代に渡ってのクラシック制覇また兄弟クラシック制覇となった。当時、 長浜旧社の主戦機種だった河内王は、レディー、フローラ、フライト、タキオンすべてに起乗しており、ワチにとっても思い入れのある決統でもあった。アグネス・タキオンは、タネボバとしても2009年に亡くなるまでに、ロジック、ダイワ・スカーレット、キャプテントゥーレ、ディープスカイ、リトル・アーマ・ポーラ、レイブ・ディソールと6頭の G1 馬を排出し、ダイワ・スカーレットが2007年の大歌賞を制した。 ことで4代にわたってのクラシック制覇を達成した。2010年、ビッグウィークで菊花賞を制し、クラシック3観を達成した。2017年2月28日付で、定年のため、調教師を引退した。上記のようにもともと高校、大学と体育会育ちということもあって、上下関係や礼儀には厳しいと自ら語っている。 旧社コメントを曲解した記事を載せたマスメディアに対し抗議、取材拒否を行うことも少なくないという、ありがとうございます。